メドベージェフ大統領と会談するグリゴリー・ラポータ、グリゴリー・アレクセイエビチ・ラポータは、ロシアの政治家、白ロビ中条、南部連邦管区大統領全権代表、2008年から2011年まで添い、ボルガ連邦管区大統領全権代表を経て、2011年12月15日から、ベラルーシ・ロシア連合国家国家正規、1944年モスクワに生まれる。父親は、 陸軍軍人、母親は教師。バウマン記念モスクワ国立工科大学を卒業する。1966年ソ連国家、保安委員会要請書で訓練を受けた後、KGB 第一総局に勤務する。1971年から1975年まで、アメリカ勤務。1979年から1983年まで、スウェーデン勤務。 1987年から1990年までフィンランド勤務。1990年第一総局副局長となるが、ソビート連邦の崩壊に伴う KGB の解体に遭遇し、第一総局の後継機関である、ロシア対外情報庁にそのまま移り引き続き副局長を務め、1994年には副長官に就任する。 1998年4月から11月までロシア安全保障会議副書記を経て国営兵器装備輸出会社に移る。1999年貿易省時間2000年科学産業技術第一時間2001年ユーラシア経済共同体事務総長をそれぞれ務め軍事産業、対外経済協力の分野で活躍した。 2007年10月9日から2008年5月14日まで、南部連邦管区大統領全権代理。2008年5月14日から沿い、ボルガ連邦管区大統領全権代理に任命され、ロシア連邦法の定年上限を超えて2011年12月14日まで在職した。2011年11月25日、ベラルーシロシア連合国家国家初期に任命され、 同年12月15日から職務を開始した。2005年ロシア名誉勲章を受賞。ぜ、ぜぜぜ、百6 2五十4 1 2 2 0 1 1 8 2 0 0 7ありがとうございます。